おはようございます。おはようございます。どうも。はいはい、まーちゃん、はい、この回は、ラウンド動画を撮るついでなんだけど、最近使ってよかったなと、まーちゃんがよかったなって感じる、ゴルフグッズをちょっと持ってきてくださいって形で、はい、そうですね、はい、お願いしてまして、はい、紹介してもらいたいんですけど、早速お願いしてもいいですか。はい、わかりました。練習で使ってるやつですね。練習場で使用してるのはこちらです。ガーミンの R10、 こちらを使っております。めっちゃ操作方法が簡単で、こういう練習場ですごく役に立っております。はい、では早速使ってみたいと思います。はい、なんか部品はこれ、これとなんか立てるやつと、なんか引っ掛けれるやつもあるんですよ。これなんかどっかにこうつけてするみたいな。あ、スマホ？スマホ？あ、スマホじゃなくて、その本体。スマホとかをつけて見るみたいな。本体はもうなんか磁石になってるので、だって。お、すごい。だけです。で、これを後ろに置いてればもうできます。あとスマホ。いいですか？はい。アイアンを練習していきたいと思います。120、ああ、はっきりで、はっきりバレちゃいますね。だいたい120度です。だいたいいつもぐらいですか？だいたいいつもぐらいです。ああ、なんかアイアンの時に、いっぱいデータってあると思うんですけど、特になんか気をつけてるところとかって、なんか見てるところとかってあります？やっぱ右とかに行きたくないから、大幅に行きたくないから、そこを気をつけてます。あ、じゃあそこの打ち出し角の右に何度行ってるってところをあまり行かないように調整してる。そうだよね、短いところだと分かんないから、これだとはっきり分かるから、まあでもこんぐらいだったらいいかなみたいな。まあ行ったらぐらですが、距離はだいたいいつも135とかなんですけど、134、キャリー123。なるほど、ヘッドスピード30、打ち出し角
いろいろ出てます。めちゃくちゃデータが細かく出てる。でアタックアングルまで出てて、今プラス 1.2 度ってことは、上から下からか、プラスはプラスまあほぼレベルブローだけど、どっちかちょっとアッパーに、アッパー気味、あプラス 1.2 めっちゃ上ですけど、って感じでめちゃめちゃ細かく、これこの一つでここまで出てるからすごい便利です。確かに、そのそ最後教えてくれたそのアタックアングルでしたっけ、あれが分かるのはすごいいいっすね。あのやっぱこうアッパーで打ちたい人とか、うん、打ち込みたい人とかいるんで、そうそうそう、おーすごい、そんな感じでめちゃめちゃ詳しく出てます。次ドライバーやってみます。はい、この短い練習場でもドライバーの距離とかが分かるってすごいいいと思います。ちょっと楽しみです。どうするんだ、こっちを見て、やっぱバレちゃうんですか。バレちゃう。入り方全部のクラブそうなんですけど、手がもう一点も間に合わないでくるって回ってる。インパクトの時の入り方、うんうんうん、それ見てる。あとバックスピン量、あドライバーは結構バックスピン量は見たい人多いと思う。バックスピン、じゃあ行っちゃいましょう。何発か、あとはその引っ張りすぎたら体をちょっと回してあげれば、だん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 、俺はもう今のでバックスピンってどのぐらいなんですか。今のどのぐらい、ちょっと体が成功しちゃった。今のはバックスピン3671。おお、振りを弱めなくていいか、本番打つときもない。横の回転、サイドスピンとかも分かるんでしょう。分かります、すごい。今のは左に81。うーん、すごい。いやでもほぼまっすぐ。うん、でもイメージとか当たってるところの問題だけど。193。ヘッドスピード37。でもヘッドスピードとかも見ます。そうだよね。気を緩むと下がってるもんね。確かに確かに。もういい、ナイスショット。いいっすね。今いいんじゃないですか。めっちゃでも左に。あ、そうな、あ、そうか。やっぱ先が。あ、でも飛んでる。飛んでる。そうそう、いい当たりだったと思った。210。ヘッドスピード37、打ち出し角、バックスピン2696。はい、で普段のマオの練習方法です。練習方法でした。めちゃくちゃセットも簡単ですぐできるので、しかもこんなにデータが細かく出されるので、すごくこういうね、あまりこう奥が何距離がない練習場とかにすごくよくって、あと一人での練習がやっぱ多いので、データがないと分かんない時とかあるのですごく便利です。あとですね、こう自分のスイング動画も一緒に録画とかできるので、そうこういうモードがあるのですごくいいと思います。ぜひ皆さんも使ってみてください。もう流しますよね。こんな感じです。以上、マオの練習方法でした。ありがとうございます。ありがとうございます。